谷風、影楼型駆逐艦。谷風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。影楼型駆逐艦の14番艦である。第十7駆逐隊に所属した姉妹艦と共に、機動部隊の護衛、ガダルカナル島の戦い、ソロモン諸島の戦い、輸送、護衛任務に至るまで、太平洋戦争の各方面で活動した。1944年6月。 マリアナ沖海戦の前哨戦において、タウイタウイ沖で、米潜水艦の雷撃により戦没した。艦名は初代、谷風、甲風型駆逐艦に続いて二代目。影楼型駆逐艦第14番艦谷風は、火傷第30号艦として、藤永伝造戦所で1939年、昭和14年10月18日寄港。 富士長殿造船所で建造された影楼型は谷風、以外に黒潮、夏潮、裏風、舞風があった。1940年、昭和15年8月30日、谷風と命名。影楼型15番艦の訳も、同日府で命名される。11月1日浸水。1941年、昭和16年4月25日に竣工。同日府で、 クレチンジュフセ四4月28日付で、第1航空艦隊、第1航空戦隊に編入されるが、5月1日を、もって、第17駆逐隊に編入された。太平洋戦争開戦時、第17駆逐隊、浦風、磯風、浜風、谷風の4艦は、第1水雷戦隊、司令官、大森千太郎少将、機関、阿武熊に所属し、 ナグモ機動部隊の護衛部隊、アブクマ、第十七駆逐隊、第十八駆逐隊、霞、あられ、影朗、知らぬい、衆ンとして、真珠湾攻撃に参加。その後も、両艦と共に、空母機動部隊を護衛ウエイク島攻略、ラバウル攻略、ダーウィン空襲、ジャワ島攻略に従事した。セレベスト、スターリング湾に停泊中に、谷風で、 自己負傷兵1名が発生、医療設備のある、機動部隊機関赤城に治療を依頼するが赤城は、赤痢患者多発のため、受け入れを拒否され、谷風の負傷者を空母随格に搬送するという一幕もあった。続いて、戦艦混合、春名及び、第17駆逐隊、第1小隊、谷風、裏風は、クリスマス島砲撃を敢行する。3月6日10時30分。 名雲忠和司令長官は、残敵総統を命じ、第二航空戦隊、司令官、山口多門少将、空母総流、飛流、第三戦隊、第二小隊、三番艦春名、四番艦混合、第十七駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風の発隻で、別動隊を編成、機動部隊本隊から分離した。流飛流の護衛に、第二 浜風、磯風を残し、金剛、春が、谷風、裏風の4隻は3月7日早朝に、クリスマス島に、艦砲射撃を行った。約20分間の砲撃で、谷風は31発、裏風は12発を発射。イギリス軍守備隊は白旗を掲げた。だが海軍陸戦隊を持たない4隻は同等を占領することができず。 白旗を放置してクリスマス島を去った。9日午後2時、谷風以下八隻は、南雲機動部隊主体と合流。第17駆逐隊は引き続き正論を機会戦に参加した。1942年、昭和17年4月10日、第10戦隊、機関、ながらが新設され、第17駆逐隊は、第10駆逐隊、周運、遊具も、雲、風雲。 第七駆逐隊、アケボノ、シの、サザナミと共に、これに加わった。ただし第七駆逐隊は、機動部隊の護衛にはつかず、北方部隊として、アリューシャン攻略作戦に従事、ミッドウェー海戦時の第十戦隊は、第四駆逐隊、嵐、のわけ、マ風、フーと行動を共にした。当時の谷風は、第十七駆逐隊司令官、第一小隊、谷風、 ウ風、第二小隊浜風、磯風だった。6月上旬、第17区畜隊は、ミッドウェイ作戦に参加、ナグモ起動部隊、第1機動部隊の名追いとして活動した。第1機動部隊は、第1航空戦隊赤城、加賀、第2航空戦隊総竜、飛龍第3戦隊第2小隊春菜、霧島、第8戦隊トネ、ちく 第10戦隊、ながら、第10駆逐隊、第17駆逐隊、第4駆逐隊、第4水雷戦隊所属、給油艦5隻からなる。6月5日、日本軍は、アメリカ軍機動部隊の攻撃により、空母3隻、赤城、加賀、総流を喪失し、健在だった第2航空戦隊、司令官、山口多門少将の空母飛流も被弾炎上、最終的に随伴駆逐艦拳運。 第19逐隊による雷撃処分が実施された。山口司令官と各留尾飛流艦長は体艦を拒否して飛流に残った。二隻、剣雲、風雲は飛流の生存者を救助して西方に退避する。ところが6月6日午前4時30分、現地時間6月5日7時30分、空母砲射から発進した96式艦上攻撃機が 漂流する飛竜と飛行艦艦上の乗組員、飛竜機関火生存者を発見する。戦艦大和の連合艦隊司令部、山本五十六連合艦隊司令長官、宇垣、き、まとい長等は、長雲忠和機動部隊司令長官に対し、飛竜発沈没、したるや状況及びビーチを知らせと発信する。これを受けて、谷風に対し、 飛竜を確実に撃沈するよう命令が下った。谷風は午前9時45分、12時45分に、南雲機動部隊から分離、ながら偵察機の誘導で飛竜を捜索したが、発見できず、沈没したものと判断して帰路につく。うがきまとい連合艦隊参謀長の手記、戦争6では谷風が2回にわたる、アメリカ軍機の襲撃を受けたのは、現場海域に向かう途中であり、 深夜に、目的海域に到着して捜索するも、飛竜を発見できなかったと、術している。戦闘商法によれば、谷風、勝美区地区艦長は6月6日1508より、アメリカ軍急降下爆撃機計36機、または37機と交戦、4機撃墜を報告した。アメリカ軍によれば、米空母エンタープライズ、CV-6 と、ホーネット、 CV-8 は、ナグモ機動部隊の追撃を開始。正午ごろ、エンタープライズの攻撃隊32機、コーネットの攻撃隊26機が発進したが、日本艦を発見できず、有告になり、搭乗員たちは、人を考え始めた。すると、アメリカ軍攻撃隊は西方へ向かう駆逐艦一隻、谷風を発見、集中攻撃を仕掛けたが一発も命中せず、 サム・アダムス退役が撃墜された。ただ、一発が資金弾となり、断片が第二砲塔、第三砲塔ともに飛び込み6名の戦死者を出した。ミッドウェイ基地から発信した B-17 隊は、まず重巡洋艦2隻、三熊、西条、衝突のため艦首大破中に爆弾39発を投下したが、一発も命中しなかった。 B-17 体は空母を求めて、再度出撃したが発見できず、たまたま見つけた駆逐艦、谷風に79発の爆弾を投下するが、一発も命中しなかった。アメリカ側の研究者は、谷風は約90発の爆弾をかわした。戦争の全期間を通じても、屈指の驚くべき、脱出べきである。と結んでいる。1942年。 昭和17年8月7日に、アメリカ軍がガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月18日、第四駆逐大司令、アリが工作大佐指揮下のカゲロウ型6隻、嵐、カ風、ロウ、谷風、裏風,風、浜風は、陸軍一騎士隊戦艦隊九百隊916名を、トラックからが遠へ輸送。 ソロモン方面へ進出した。姉妹艦磯風は、従順町会や、第六戦隊と共に支援行動に従事した。一機戦艦隊の揚陸を終えた第十七駆逐隊三隻は、姉妹艦三隻、嵐、萩風、影楼と、分離、八月二十一日十四時に、ラバウルへ戻った。なお谷風等が輸送した、一機死体は八月二十一日イルガワ渡河船で、全滅している。 続いて、第十七駆逐隊は、第十八戦隊、天竜、竜田の指揮下に入り、ポートモレス B 作戦の一環としてレゴー作戦、ラビの戦いに投入された。8月24日午前7時、軽巡二席、天竜、竜田、駆逐艦、谷風、浦風、浜風、第23駆逐隊は輸送船二席、南海丸、行内丸を護衛して、 ラバウルを出撃、ニューギニア島南東部ミルン湾のラビに向か、空襲を受けつつ25日深夜の上陸に成功。第17駆逐隊は、天竜、タツタと共に、対地砲撃を行い海軍陸戦隊を支援したが、連合軍の猛反撃と航空攻撃により飛行場の占領に失敗した。第8艦隊は、増援部隊を送り込んだが作戦は進展せず、9月5日に、 なり全面撤収の決定に至った。ニューギニアとラビ方面作戦が日本軍敗北により中止されると9月26日府で第17駆逐隊第24駆逐隊は外南洋部隊第8艦隊から除かれ代わりに秋月型駆逐艦秋月と第9駆逐隊朝雲、夏雲、峰雲が同艦隊に編入された10月13日府で 第17駆逐隊は、機動部隊前衛部隊に編入される。10月下旬、南太平洋海戦に参加。10月26日、前衛部隊に所属する第8戦隊の、利根型重巡洋艦チクマが、アメリカ軍機動部隊艦載機の爆撃で大破すると、谷風、浦風は、チクマを護衛して、戦場を離脱した。その後、第4駆逐隊、第17駆逐隊、 駆逐艦集運は、南太平洋海戦の損傷艦、昇格、随宝、熊野、地熊等を護衛して、日本本土に戻った。十一月二十二日、谷風は、従順熊野と共に、クレオ出港、第十四軍、第六十五旅団のマニララバウル輸送作戦、夏輸送に従事した。二十三日、トラック白地からマニラへ航行中の、第九戦隊、司令官。 岸福寺少将、慶順北上、大井の指揮下に入る。熊野、谷風は27日に、マニラ到着。先に到着していた、慶順三席、北上、大井、熊と共に、第十四軍、第六十五旅団の兵員と物資を積載する。翌日執行。12月4日、ラバウルに到着して、輸送任務を終了した。同日府で熊野、谷風は、 外南洋部隊、第8艦隊に編入された。その後、ソロモン諸島方面への輸送作戦に従事した。12月7日、第15駆逐隊司令の指揮下で、駆逐艦嵐、野分け、長波、親潮、黒潮、機関影楼、裏風、谷風、降風、両風、有明による第3次輸送作戦に参加したが、野分けが、 高校不能となる被害を受け容陸を断念した。12月11日、第17駆逐隊、裏風、谷風は、第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将が指揮する造園部隊、正月、親潮、黒潮、影楼、長波、谷風、裏風、両風、高風、嵐、有明として、第4次が党輸送作戦に参加。 秋月が宅地区間正月の沈没に遭遇した。その他にもらえ、ムンダへの輸送作戦に従事する。12月16日のムンダ輸送は親潮、黒潮、ロウ、谷風。12月21日は谷風、ロウ、巻波、裏風だった。12月25日、米潜水艦、シードラゴン、アセスシードラガン、SS-194 から来撃されて、 損傷した輸送船南海丸を護衛中の駆逐艦渦が南海丸と衝突して航行不能となった。ラバウルに停泊していた第31駆逐隊、長波、第27駆逐隊、有明、第17駆逐隊、谷風、裏風は急遽出動して救援に向かった。渦は第27駆逐隊有明に栄光された谷風の護衛下でラバウルへ向かうが、 有明も B-24 爆撃機の空襲により、中波した。そこで、裏風が渦巻を栄光し、二隻を長波が護衛して、ラバウル駅通した。27日には、バングヌ島ウィックハムへ谷風、裏風、磯波、デン、嵐を、夕暮れで、輸送作戦を行った。1943年、昭和18年1月5日より、第17駆逐隊。 谷風、裏風、浜風、磯風は、パプアニューギニアの雷へ向かう輸送船団を護衛した。1月15日、谷風は、秋月が宅地区間秋月、第十戦隊機関指揮のもと、時津風、嵐、黒潮、裏風、浜風、磯風、舞風と共に、ドラム缶輸送に従事する。同日、指金団により谷風、裏風、浜風は、 損傷を受け、谷風では勝見艦長が戦死した。以降も2月上旬のガダルカナレ島撤退作戦、化合作戦に参加。第2次作戦、第3次作戦中に、姉妹艦舞風、磯風が損傷し、長期修理となった。谷風はその後もトラック方面で、護衛任務に従事。時。4月、反則輸送作戦に従事。時。5月5日、谷風は輸送船2隻。 東海丸、東京丸を護衛して、サイパンを出発するが、直後に、東海丸が、米潜水艦、パーミットから来撃されて大破し、サイパンへ引き返した。一旦、内地へ帰還する。6月16日、17× 谷風、浜風は、第3戦隊、金剛、春名、第7戦隊、熊野、鈴屋、空母3隻、流砲、運用、沖き 慶ー伊ュ第七駆逐隊塩明けぼの、第十六駆逐隊摂風第十七駆逐隊、しぐれ、有明、初春、駆逐艦清派両風、新月と共に、横須賀を出発、二十一日にトラック発地へ到着した。到着と同時に、中、伊スながら、摂風谷風、浜風、しぐれは、 ナウル島への兵員輸送作戦に従事する。17× 谷風、浜風は、第14戦隊の軽巡洋艦2隻、中、伊スと共に第1次輸送部隊を編成し、25日にナウルへ到着し、揚陸を終えた。その後入ージ野島の戦い勃発に伴い、従順潮海、駆逐艦谷風、雪風、涼風、涼風、途中で引き返すは、ラバウルへ移動した。 7月5から6日、第3水雷戦隊、司令官、秋山照夫少将、機関、秋月型地区間新月の指揮下で17かける、谷風、浜風は、倉湾野戦に参加。警戒隊、新月両風谷風という単純人で、アメリカ軍巡洋艦部隊、指揮官ウォルデンイエル・エインズワース少将と交戦する。谷風は、両風と共に雷撃を観光し、谷風は、 魚雷八本発射。セントルイス休憩巡洋艦ヘレナを撃沈した。だが、新月が沈没し、魚雷次発装填後に、戦場へ戻ってきた谷風の捜索でも、発見できなかった。秋山少将以下新月乗組員は全員戦士、第三水雷戦隊司令部は全滅した。谷風の被害は、艦首付近に命中した一発だけだったが、戦闘商法の中で、 アメリカ軍のレーダーの脅威を訴えている。また、アメリカ軍巡洋艦の装備と能力を正当に評価し、肉薄しないのは、精神力の不足と批判せぬよう指摘している。この後、谷風はトラック白地を経由して、日本本土へ戻った。9月5日、空母巡洋、第16戦隊、基礎、玉、駆逐艦をうなみ、谷風による、 計 1>, 1号輸送部隊が編成される。19日、巡洋、谷風は岩国市を出発24日にトラックへ到着する。ここで、計巡2隻、基礎、玉と交流、4隻はポナペ島に兵員を輸送した。谷風は引き続き、各方面の輸送、護衛任務に従事した。10月31日、トラック白地への輸送任務を終えた。 戦艦2隻、伊勢、山城、空母2隻、巡洋、運洋、巡洋艦2隻、とね、立田、駆逐艦4隻、海風、両風、谷風、明けのは、第11水雷戦隊司令官、高間艦少将の指揮下、トラック白地を出発した。しかし11月5日午前5時、暗号解読により、文語水道近海で日本艦隊を待ち伏せていた。 米戦水艦ハリバット、アセスハリバット、SS-232 が、第11水雷戦隊を、襲撃、5時35分、ハリバットの発射した、魚雷1本が、巡洋の艦尾に命中し、直進不能となった巡洋は、従順と根に栄光されて、日本本土に向かった。谷風は、巡洋の護衛を行い、海に落ちた巡洋の乗組員2名を救助した。 12月12日、谷風は、戦艦山と、空母昇格、駆逐艦周運、三運と共に、トラック白地を出発し、17日に、横須賀に到着した。横須賀にて、陸軍兵士、宇都宮編成陸軍独立混成第一連隊と、軍事品を各艦に、党、南方への輸送任務、母一号輸送任務に従事する。25日、谷風、 三軍に護衛されて航行するヤマトは暗号解読により待ち伏せていた、米潜水艦スケート、アセススケート、SS-305 の発射した、魚雷一本をひかみなり、昇破した。トラックにて、陸兵や軍需物資を揚陸後、ヤマトは修理のため日本本土へ開港された。谷風は、母三号第一部隊、熊野、鈴谷、谷風、満潮に編入され、 29日にトラック発、31日にカビ園に到着して、揚陸に成功、1月1日にトラックへ戻り任務を終了した。1944年、昭和19年2月12日、第17駆逐隊は、重巡洋艦部隊を護衛して、トラック白地を出発、リンガ白地へ向かった。十六から十七日、トラック島空襲で、第十戦隊機関長野、 第10戦隊、第4駆逐隊、舞風が撃沈された。21日に、リンガハ白地へ進出し、訓練に参加、その間ダバを、パラオ、サイパンなどへの戦護衛に従事する。この頃、影楼型駆逐艦4隻で構成されていた第16駆逐隊は、時津風がビスマルク海海戦で沈没、初風がブーゲンビル島沖海,海戦で沈没、天津風が、 米潜水艦、レッドフィンの来撃で、大破長期修理中であり、カゲロウ型八番艦雪風一隻のみとなっていた。三月三十一日をもって1けるは、解体、同日付で、雪風は、第十七駆逐隊に配属された。当時谷風に上艦していた、山田艦後兵装、谷風の沈没後浜風に、さらに後に雪風に移動によれば、三月二日付で、 第16駆逐隊の接風が第17駆逐隊に編入され、過去に例のない五席編成となった。カンマークも五番艦はどうなるのか。谷風乗組員の間では、接風は1 6るで両艦を全部食い尽くしたとあまり歓迎されなかったと、五席編成に不満があったことが述べられている。五番艦を示す艦船記号は定められていなかったため、便宜上摂布は、 五角の輪を煙突に記入している。5月28日、タウイタウイに進出。6月1日の時点で、第10戦隊、キカニアハギ所属、第17駆逐隊は、第1小隊、司令駆逐艦位祖風、裏風、谷風と、第2小隊、浜風、摂風で編成されていた。その頃、タウイタウイ白地では、アメリカ軍潜水艦の活動により、 日本海軍駆逐艦の撃沈が相次いでいた。6月9日、湾外に敵戦水管出現の法を受け、磯風、17× 司令官、谷風、島風型駆逐艦島風、夕雲型駆逐艦早島は、タウイタウイ湾港で対戦警戒に従事する。午後10時過ぎ、谷風はタウイタウイ州ボンガオ島より229度、9回入付近を航行していた。 同時刻、米潜水艦ハーダー、アセスハーダー、SS-257 が、谷風より900メートルの距離から魚雷を4本発射。最初の魚雷は、谷風の前を通過していったが、2番目と3番目の魚雷が、谷風の左限艦首と、左限1番砲塔環境真下に命中し、4本目は、逸れていった。最初に艦首、次に、艦中央部に魚雷が命中した谷風は、 22時25分に合沈した。沈み行く谷風から起こる爆発は水中にいたハーダーをも揺るがせ、潜望鏡の視界いっぱいに目も眩むような爆発による閃光が見え、谷風は完全に姿を消した。さらに水中で搭載機雷が誘爆し、脱出者に多数の死傷者が出た。磯風や救援のため駆けつけた駆逐艦沖波が救助を実施。 艦長一家114名が、戦死、126名が救助された。6月10日、今作戦に従事して、大和、武蔵野に戦艦を護衛していた沖波は再び、ハーダーと交戦。ハーダーは沖波を雷撃して撃沈したと報告し、沖波は、ハーダーに爆雷攻撃を行って撃沈確実を報告した。14日、谷風の負傷者は、磯風に上艦し、 フィリピンのバコロド島へ移動した。駆逐艦谷風は8月10日府で、シラヌイ型駆逐艦、第17駆逐隊、帝国駆逐艦席より除籍された。谷風は、新珠湾攻撃、ミッドウェイ海戦、ガダルカナル島の戦い、ニュージョージア島の戦いと激戦をくぐり抜けてきた第17駆逐隊で、初めて撃沈された艦となった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。